はい、じゃあね、ここから先はですね、はい、じゃあ山手通り商店街、ね、UFO 本当にっていう放射天国、そう、毎日放射天国だ。この隣、こちら、うわ、帰る、でかいね、とてもでかい。山手通りの入り口にあるんで、ちょっとね、このカエルかわいそうだけどね。そう、めっちゃもう剥がされてるけど、違う違う、その目がね、上向いちゃってるから、目が裏切っちゃった、裏切った。で、こっちが縦通り、ここじゃないよ、この縦通り、こっちが縦通り、ここはカエルだよ、ね、古風な、古風のね、城下町みたいな、そう感じです。縦通りカエルはね、結構押してるんですよ。カエル押しだね。カエル押し、カエル押しだよね。カエルいっぱいいる。なんでカエル押しかっていうと、昔ね、この隣のメトバ川っていう川が流れてるんだよ、うん、そこの川に昔、今はもういない品種のカエルがめっちゃいた。あ、 それでこの縄手通りのシンボルはカエルになったっていうね。なるほど。だからカエル推しなんですね、ここは。なるほど。隣の川のカエル推し、そう、ね、カエルがいっぱいいたから、こんなにカエルをね、推すようになった、推すようになったっていうね。至る所にカエルがいるんですね。そうですね。はい、雑学でした。いろいろなお店がありますね。工務店ね。工務店。花屋さんもね。花屋さん。サムライ。石。オウ。なぜかカエル推しの中にカメレオン。あ、ゆうさん、はい、これはもしかして、ガチャガチャある、これはもしかして、おもちゃ屋さんだよ。おもちゃ屋さん、ガチャガチャ行ってみる。ただ、ちょっと、あ、おい、カエルだよ、カエル。リアルな疑惑。リアルな質感。なんだ気は。ちょっとやる。やろう。ちょっとやるか。出たよ。出た。お。うわ。できない。できない。気持ち悪い。うわ、うわ、おいで、うわ、リアルな質感、リアルな質感、匂いがするビーズみたいな、匂いがするビーズみたいな、入ってる、うわ、気持ち悪い。はい、カエルでした。こちら第2ブロックですね。あっち、あっちがさっきの、はい、こっちの第2ブロック行ってみましょう。この前ね、僕は某番組のサマーズっていうのなんですけどね、もう行っちゃってるとか、サマーズほぼ行っちゃったんだよね。それがね、ちょっとね、来たらしいんですよね。来たらしいっていうか、見てたらしい。このね、カエルの被り物を紹介されてたんですね。某サマーズね。ほら、おこれがね、これね、あ、600円だ、それ。そう、これ某テレビ、あの、真似すんじゃねえよ、お前。おい、この野郎、おい、イフ、ハイマジネーション、ハハ、いきなりフルーツ屋さん。あ、魚が釣り下がって。
次がこれ第3ブロック的な、まあ、第3ブロック的な感じだね。あ、面白ボックスって書いてある。面白ボックス。はい。じゃあ卵ね。はい。卵。あとで開けます。お楽しみ、お楽しみ後で。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しみます。さっきやった風の卵。風の卵。これね、運が良ければ、ね、これ時計が入ってる、ね。お、ちょうどね、腕時計が欲しい頃なんで。あ、腕時計がね。うん。欲しい時期だからね。時期ですね。じゃあ腕時計目指して。あげるか。ちょっとあげてみてください。あげるかっつったけどさ、あったねんだこれ。つきました。黄色い卵だね。黄色い卵です。開けます。来た。出たよ。出た。こちら。車。車の。車。キーホルダー。車のキーホルダー。ね。おお。いらねえ。これキーホルダーにしちゃダメだと思う。確かに。それなんか遊ぶやつをキーホルダーにしちゃダメだよ。これもね、宝物にします。宝物に。かわいい。こちらちょっと路地を入ったところ。あ、行き止まりだね、まさかの。あ、ほんとだ。いや、待てよ。え？この先通り抜けられますって書いてある。これ？これ？これ？トンチじゃん。もう通り抜けるよ。嘘だ。おお。通り抜けられた。ここ行く？ここ行く？ここ行く？行ったら早く食べなきゃっちゃう。行く？行っちゃう？あ、いた、猫。どこ？あ、猫。ほら、カエルだよ。カエル食べる？あ、待って。ほら、カエル食べるか。ほら、カエル。どうぞ。はい、ということでね、さっきの猫と戯れたところの隣側の路地かな、うん、こちら松本山雅のショップですね、オフィシャルショップが
ありましたね。カフェ山田で、こちらこちら、はい、じゃあ山賀アイス、山賀アイス、こちら400円です。はい、400円の、ちょっといただきます。どうぞ。おお、濃厚な、これなんだろう、牛乳の、うん、あのミルキーみたいな、ミルキー食べてるみたいな。そんな濃い？めっちゃ濃い、ママの味がします。この中にね、売ってるんで、 T シャツとか、この中に山賀グッズがね、たくさん売ってるから、サッカー好きな人はね、 T シャツとかタオルとかいっぱい売ってるんで、うん、ぜひ来るといいと思う。これめっちゃうまいから、アイスね、これからはいいよね。そうね、山賀ショップでした。さよなら。ミルキーはママの味。ワンソー。ちょっとね、風の影響で看板が倒れたんで、今ユージが直してます。お店の人みたいな。今日風強いんだよね。倒れないようにしといてください。ここね、変えていいらしいから。MGA チャンネル、 MGA のチャンネルがね、山賀ショップになんと来ました。ここにはなんと私のサインも。頼むの、頼むの上に。私のサインもね、はい、書いてあるんで。じゃあぜひ。私のサインかどうかよく知らないけど、なんか今適当に書いただけだけど。ね、これね、サインと NGA のチャンネル欲しい。欲しい。これ消えるのかな。消えるかな、多分。やべ、消えねえ。まあね、あの、あるんで、あるんで、多分雨とか降ると消えるんだろうな、うん、多分ね。まあ、もう一回散ったから、はい、まあいいや。じゃあぜひ、ね、山賀ショップにね、来た際にはこちらも注目していただければ。あ、そうですね、はい、じゃあ、行きますか。行きましょう。私、たい焼きを食べれます。たい焼きを食べれます、はい、食べたかった、食べたかった。タイですね、これは。これタイの、そう、形、それまんまなんだね。まんまだね、四角いままの。これパリパリが美味しいから。なるほど。しかもこれね、これカレー味。カレー味。そう、カレーのタイ焼き。カレーなんてあるんだ、ちょっとマニアックだね。おおおお、カレー入ってるよ。おい、映ってっかな、映ってっかな、おい。どうすか。おう、うまい、うまい、うん、カレー味。カレーもね、ちゃんと美味しい。あ、うん、カレー味のたい焼きなんてなかなかないよ。なかなかない、珍しいです。若返りの水、若返りの水、こちらね、飲むのかな。飲もう。高校生になっちゃった。美味しい、美味しい。多分ね、飲まない方がいいけど、まあ、飲んだら飲んだら若返りますよ。あの、肌もね、ほら、ほら、すごい艶が出てきて、すべ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 。これね、多分10歳ぐらい若返るから。やった方がいいっすよ。本当かよ。じゃね、これからじゃあ松本城に向かっていきましょう。はい、松本城に。あれ、あ、もう着いた、もう着いた。あ、なんかちっちゃくね。